皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原栄一です。今日は三脚の足のパイプの形状についてお話をしていこうと思います。三脚の足のパイプの形というと、多いのがこの丸パイプ。そして、こちら GXS7500 を用意しましたけど、角パイプ、四角いパイプというのが多いですよね。今ではね、値段が高い三脚が丸パイプで、値段が比較的お手頃価格なのが四角いパイプ。まあでも例外でね、500G10 とか 800G10 は割安なタイプの三脚ですけども丸パイプということもありますから、一概にね、丸パイプだから値段が高いとは言えないわけなんですが、これね、もともとスリックがスタートした時は丸パイプでスタートしています。一番最初のアルプスという三脚は丸いパイプでした。そしてスリックはずっと丸いパイプで三脚を作り続けていくわけですね。丸いパイプのメリットというのが、どの方向から力がかかってきても、その力に対する対抗力が強いということですね。丸はね、もうどの方向からでも力がかかっても、まあ曲がりづらいとかね、凹みづらいと。いった特徴があるんですけども、四角いパイプになりますとね、これが丸パイプと違って辺があるから、この角、それぞれのね、この四隅の、四角形のこの角になっているところは強いんです。ただ平面のところは弱いということになるので、強い弱いが面によって出るというのが四角いパイプのデメリットというところなんで、じゃあ全部丸パイプでいいんじゃないかと、お思いかもしれませんが、実はね、四角いパイプじゃなきゃいけないというのがレバーロックの構造ですね。丸パイプでレバーロックというのも一部あるわけですけども、レバーの位置がこのように綺麗に並んでいる状態というのは四角いパイプだからできるということなんですね。丸いパイプで周り止めがないと、パイプのレバーロックの位置が同じ面に揃わないということが起きますから、この四角いパイプというのは、そういった意味では非常に有効ということが言えるわけです。もともとスリックは丸パイプでずっと来ていて、四角いパイプの三脚は1960年代後半に作ってはいます。チャンネルマスターという名前で、この字型のパイプですね。後ろ側にパイプの面がないという形でね、3面しか面がないタイプのこの字型パイプで三脚を作っていました。これはね、ドイツの有名なリンホフの三脚のコピーといいますかね、それを手本にして作ったものということだったんですが、なかなかうまくいかなくって、2、3年で撤退しているという経緯があります。四角いパイプでその、この字型の裏の面でね、レバーロックでパイプを押さえるという構造にしたのが最初ということなんですけども、結局ね、四角いパイプではうまくいかなくって、丸パイプのナット式ということを続けているわけなんですが、当時の丸パイプのナット式には問題がありました。これは健康的なミュージアムから出してきたマスターの答えなんですけども、これね、上のパイプを緩めると下のパイプが空転してしまう。パイプごと回ってしまうわけです。これが昔の丸パイプの三脚の欠点で、伸ばし方のコツとしては、必ず伸ばしたら締めて、そしてその後次のパイプを伸ばすと。いうことで、一度に上の段、下の段を一度に緩めるといった、今の三脚では当たり前のようにできている操作の仕方ができないという問題があるわけですね。これが一つ一つ操作しなきゃいけないという欠点の、回り止めがない、まん丸のパイプの場合の三脚ということです。スリックでは、マスターに関しては1988年型まで、このまん丸パイプ、でしたし、あとマスタープロ2という1990年まで作ってた三脚、プロフェッショナルデザイン2という三脚に関しては2000年近くまでまん丸パイプのままということでありました。ただね、この操作性の悪さということが問題になりまして、スリックでは1983年のグランドマスターから溝入り丸パイプを採用しているということになるわけですね。で、丸パイプということで、溝入り丸パイプということでお話をしましたけど、このスリックのグランドマスターの三脚ですね。前から見るとまん丸なんですが、パイプの裏側に溝が入っていると
ということで、これかなり高度なテクニックでありまして、他の三脚メーカーの場合はまん丸パイプの中にレールだけ入れてるという三脚が主流です。スリックのカーボン三脚もそのタイプにしていますね。もともとそのまん丸のパイプの内側にレールが入ってるタイプのスタイルというのはマンフロット社の190という三脚が一番最初ということなんですが、まあそういったまん丸パイプの内側にレールを入れるスタイルというのも一方でありました。で、この周り止めがないタイプのまん丸パイプのナット式というのがですね、スリック以外ですと今でも使われているのがハスキーの三脚だとそうですね。あと、ジッツォ、フランスのジッツォの三脚もずっとまん丸パイプの三脚でした。ただ、ジッツォに関してはマンフロットが買収した1990年代半ばから後の三脚に関してはやっぱり周り止めが入った、操作性が向上された三脚というふうに変わってきています。基本的にはね、丸パイプの方がどの方向からの力にかかる力に対しても強いということで優れていて、プロ用三脚のほとんどが丸パイプということですね。で、四角いパイプを採用しているのはどちらかというと数をたくさん売るような三脚で使っているということでありますので、まあこの丸パイプ、なんで丸パイプなのかということは、どの方向から力がかかってもパイプが強いということで使われているということでご理解いただければと思います。溝入り丸パイプに関してはスリックはアルミの三脚、 AMT 合金の三脚に関してはこの溝がね、一本だけ、裏側に一本だけというタイプ以外に2個、前面と後ろに2本入っているタイプの溝入り丸パイプというのも作っています。溝入り丸パイプのテクニックというのがですね、やっぱりスリックが一番早かったと思うんですけども、このパイプに溝を入れることで空転防止になるだけではなくって、この溝が入っている部分でも強度を増すことができるという発想ですね。そのため、パイプの肉厚が他のメーカーよりも多少薄い分軽いということができているんですが、強度は十分保たれているということで考えて作られています。まあ、スリックはザ・プロフェッショナル、プロフェッショナル2といった大型三脚でも溝入り丸パイプを採用してますので、まあこういったパイプというところもこだわってみられるといいかもしれません。田原英一のこのチャンネルではスリック製品のこういった細かい情報ですね、お伝えしてまいります。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。